It's not what I feel. Break it down, break it down. Break it down, break it down. こんにちは、アジーンです。今回はエロアレコプライズのポップアップストアを開封したいと思います。ついに買ってしまいました。ずっと欲しかったんです。こちらはディスプレイができたり、ドールでお店屋さんごっこのようにして遊ぶことができたり、持ち運べたり、収納ができるようになってます。盛りだくさんの機能が備わってます。というのもここ最近ドールが大量に増えました。ドール、ペット、赤ちゃん、すごく大量に増えてしまって、飾る場所とか収納する場所がありませんでした。で、今我が家はこんな感じになってます。これは以前に海外で購入したものと、こちらが増えてしまいました。こんなにたくさん。なのでこの子たちを今回は可愛く飾っていきたいと思います。よいしょ。あ、出せない、出せない、よいしょよいしょ。ちょっと待って、出せない出せない、やばいやばい。こっちも開けた方がいいのかな。お、動いた動いた。お、来るぞ。あ、後ろにこれなんかくっついてるかな。来た、よっしゃ、来たぞ。ついについに開かれる。うおー、すごいゴージャス、めっちゃゴージャス。やばいやばい、ちょっと説明書を取って。うわー、なんかガシャガシャ言ってる、ガシャガシャ言ってる、やばいやばい。あ、これそうだ、ドールも一体入ってるんじゃなかったかな。まずこれが本体ですね。で、今出てきたものが、よいしょ、これがこれについてるドールだ。先にちょっとドールを開封したいと思います。なんだろう、ゴールド、ゴールドなドールが入ってるのかな。これはなんだろう、小物かな。すごい、あ、ベッド、これね、このここベッドみたいになってますね、かわいい。で、これが取っ手ですね。じゃあまずこっちから。わーかわいい、お座りしてる。これ立つのかな。この子はちゃんと足動きますね、すごい、めっちゃかわいい、すっごいキラキラしてる、かわいいです。じゃあこっちが洋服かな。ね、着てないですもんね。あ、違った違った違った、ミルクボトルだった。あれ、洋服は、洋服プリース、洋服、なんだろう、ついてないのかな洋服。あれ、他に入ってるのかな。おお、これはなんだ、どうなってる。おいしょ、こうやってやるのかな。すごい、この中がお店屋さんになってて、ここにドールちゃんを置けるようになってるのと、ここも引き出しかな。ちょっと待って、一回ここにしまって、おお、映ったかな。すごい、アイテムが入ってた、よかった。なんか忘れられてたかなと思ったんだけど、ちゃんと入ってた。じゃあまずこれから開封したいと思います。よかった入ってた。オープン。おお、サングラスゲットしました、かわいい。このカラーがね、かわいい。じゃあ2つ目いきます。2つ目、わー、天使の羽、ランドセルカバン出ました、かわいい、よかった。裸でね、もうドールちゃん裸なのかなと思ったんですけど、ありますね、来てます来てます。わー、やった、服入ってた。すごい、なんかレア感が満載、キラキラしてる。で、最後なんだろう、服も出たけど靴かな。じゃあ靴かな。わっ、めっちゃかわいい、サンダル、サンダル入ってた。はい、2つ入ってました、よかった。着せやすくなってる。でもちょっと見てくださいこれ、これちょっとやばい、おむつみたいになってる。
ちょっとね、後ろがいろいろね、切り込みが入ってますね。これはちょっとあれだわ、前はいいんだけど後ろがちょっと。かわいい。なんか今までのとはまたなんか違った感じですね。これレア感がある。はい、完成しました。めっちゃかわいいけれども、ちょっと後ろがもうケツ見えちゃってるもんね。これどう頑張ってもちょっとね見えちゃうんだな。で、このここにさっき飛び出てきたこれタンスですね。これを入れてケースね、ケース2つ収納できるようになってて、こういうことだ。で、ここにこの取っ手をセットするのかな。取っ手がつきました。あと先ほどのこのね、板がここにつけれました。こう閉じることができるみたいです。めっちゃかわいい。ペットがいる。で、おいしょ、開けられる。すごいですね、これ。なんだろう、これはピザ屋さん、ピザ屋さんに美容室でしょ。これはカフェかな。これなんだろう、あ、ペットショップって書いてある。かわいい。こっちのお店はなんだろう、これは、あー、もう洋服屋さんですね。めっちゃかわいい。あー、これはねテンション上がりますね。で、個人的に一番嬉しいのはやっぱここかな。このよいしょ、ここに物が入ること。ここにね、もうすごいごちゃごちゃしてた洋服とか細かいカバンとかメガネをもう入れたい。特に靴とか本当にちっちゃいパーツあるからここにね収納したいと思います。後ろにもね収納あったんですよね、さっきあの飛び出てきたタンス。これも便利。ただこれはなんかベッドになってて、ここでね寝かせてあげたりすることもできるみたいですね。あとここがあのファッションショーできるように、この鏡ついてて、こうファッションチェックね、ドールちゃんができるようにこうなってます。このお尻が破れてるところもちょっと気づいてほしいな、本人に。破れてるよお尻、どうする。どうする、今日の服ちょっと破れてるんだけど、いいかなこれで。でもちょっと私では後ろ見えないからって感じかな。で、困った時にちょっとお尻が破れてるから、この服屋さんでね洋服を買いに行けるっていう、めっちゃすごいいいですね。これすごいね、我が家今ドールちゃんがこんな感じになっちゃってて。でもペットのこれも欲しいな。ペットだと2つ足がある子は大丈夫だけど、2足の子は、4足だとちょっとねここに置けないですよね。あー、かわいい、めっちゃかわいい。この子すごい気に入ってるんです。あとね、このフクロウさんもめっちゃ好きです。もうこの子一番好きかな。この開封動画はね最近動画が上がってるので、ぜひチェックしてみてください。すごい秘密が隠されてる。すごい、一番個人的にびっくりしたのね、あるものの色が変わるんですよ、魔法のライトで。ライトじゃなくても太陽光でも変わるんですけど、あれはすごい感動した。ぜひね、コメント欄とか概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてほしい。あれはここ最近一番びっくりしたことかな。すごい、こうやってひな壇にもなるんだ。すごいねこれ、めっちゃすごい。ちょっと何か置いてみようかな。お気に入りのねドール、一番気に入ってるこの子。あー、靴履いてない。ちょっと待って、この子の靴どこだっけ。靴がないわ。もうね、そういう時のためのこれですよね。かわいい。めっちゃかわいい。こんな感じのエスニックな子も気に入ってます。これあと後ろの背景、いつも撮影してる背景に飾れないかな、無理かな、飾ってみたいんですよね。もう靴履いてても立つのかな、ドールちゃん、どうだろう。あ、ちゃんとはまる、すごいすごい。ここね足型にちゃんとなってるので、絶対このなんか並べてバーンっていうことがないです。これはいい。あー、ペットはねちょっと足が合わないですね。ペットでもさっきの2足のこのフクロウさんどうだろう。あら、かわいい。はまった。バニーちゃんはちょっと足がね違ってて無理みたい。こういう子はこういうところに並べられますね。うわー、かわいい、めっちゃかわいい。おー、お
気に入り。もうこの子とこの子はちょっとセンターを張ってもらおう。でここには細かいちょっとこのミルクボトルとか入れていこうかな。これ靴だ、これ靴になってる。じゃあこの中のケースに私はミルクボトルを収納しようと思います。絵柄がこっちベッドでしょ、これもベッドかな、両方ベッドだ。じゃあこの中にミルクボトルをしまっていく。こんな感じかな。すごいスッキリした。はい、じゃあここはミルクボトルコーナーにします。この上の段にカバンにします。やばい、カバンがそれでも入らないやばいですね、ちょっとカバンがねそれでも入んない。ちょっととりあえずこういう風にしときますね。全部はねちょっと無理ですね。ブンブングラサンをね入れたいと思います。ブンブン、めっちゃあるサングラス、どうしよう。サングラス、靴、靴とこのおしゃぶりは、じゃあこのほんと細かいおしゃぶりここにしようか。あーこれもね絶対なくす。このね首に巻いたりするネックレス、首につけるやつですね。これネックレスと、これ帽子ですね。帽子、カバン、カバン、超レアフクロウさん。この辺りはゼリーの中から出てきたものです。ゼリーを掘った時の服。じゃあ服はここにしようかな。服、洋服はここで。これでねもうなくすことがないと思います。これはほんと超便利だと思う。